本日2024年、3月9日13時24分、昨日報道ステーションの放送中に私がテレビに向かって喋っていた内容を、アップロードします。でこれは、まず放送法の、108条災害の場合の放送、基幹放送事業者は国内基幹放送等を行うにあたり暴雨、豪雨、洪水、地震、大規模な火事、その他による災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、その発生を予防し、またはその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。まあ、このようなの内容に関して当てはまる内容になっています。で、雨の降り方等々に関しても、まず、ホームページ、淡井圭介の履歴というものがあるんですけども、そちらを、アクセスしていただいた、まあ、こういうふうな画面が、出てきます。一番上はこういう画面ですね。で、YouTube 一覧表というものがあります。で、そこで、まあ、かなり下の方の欄になるんですけども、ちょっと待ってくださいね。これ、この、あたりですね。YouTube、ちょっと待ってくださいね。はっきり映ってないな。YouTube 一覧表、罰金刑が一体なく振り込んでください。原山整骨院や有野第一タウンハイツの件っていうところを、アクセスしてください。タッチもしくはクリック。でこれは、春山整骨院や有野第一タウンハイツだけの件ではないんですよ。最終的に、日本どころか世界全体に関わってくることになるので、気象関係のところでね、なぜそうなってるかっていうところをしっかりと覚えてもらわなければならない。で、この3月4日、記載と、ありますよね。で、これは、ここを、タッチもしくはクリックしてもらったらいいんですけども、少し離れて撮影すると、まあ、こういう文字のところですね。で、その後、様々な文章を書いてます。で、そこから、アクセスできる、他の動画等にも、アクセスできるようにしているんですけども、こういった内容も見てもらって、もうこれ結果出てるんですよ。まず、基礎として、原因は、液体バイオ燃料、石炭などの残存量、ウランとプルトニウム、まあ、エネルギーの残存量問題ですね。金属に関してもそうですけども、まあ、そのあたりのことをこの辺で勉強していただきたい。で、その次、97地震について、このデータを見てもらったらわかります。昔から採掘です。地面の中穴だらけにしていて、一斉崩落が起きて地震が発生している。で、95.5 番台風について、こちらも、アクセスできます。で、こちらによって、まあ、どのように台風が発生していて、淡井圭介と、スーパーコンピューターによって、世界中の台風の数を、減らしてます、1998年と2008年と、昨年2023年です。昨年の2023年は戦後で数えると、年間台風発生数が17個で、歴代、3位ぐらいです。で1998年の神戸市立ホテルフルーツフラワーパーク勤務地、世界中との連携を図って、まあ、行ってと言ってもいいです。で、それによって、台風の発生、年間16個まで抑え込んでいます。あれは、台風の数は世界中で発生した数です。で、まあ、その辺のところは読んでもらったら、大体分かってきます。で、大雨などの災害について、この辺のところも、見てもらったら分かります。もうデータはっきり出てるんですよ。で、書いてる文章を読んでもらったら分かります。あ、そういうことなんだなって。で、あとは、13.1 番今後のコロナウイルスの件についてと、まあ、生物兵器を作っていたわけですから、もう死刑判決に、なる内容ですね。コロナウイルスを作っていた医療機関、どこの国か本当は分からない。ただしこれはもう世界中でしっかりと、真相を突き詰めて、放送するべきです。で、該当するのはもう死刑判決。世界中で150万人ほど殺しますから。約2年間で。もうナチスのヒトラーもびっくりや。で、あとこの天の轟きも、これも、なぜそんなに雷が鳴っていたのか、淡井圭介が撮影し終わった後。それを、理解できます。ちゃんとここまでの話を押さえていたらね。で、この後、昨日の報道ステーションで、放送していた内容、淡井圭介が喋ってた内容と字幕と、それに対しての、出演されている人たちの反応。基本的には、例えばジョー・バイデンさんの場合は、
アメリカの大統領です。その左手後ろ画面を見て、座ってる女性の方が淡井圭介の喋ってる内容に合わせて、立って、拍手してくれたりしています。右手の人は座ったままです。左手の人は聞き手側になってくれてるんだと思います。だからその3名で心の声側なのか頭の声側なのか、喋ってる声側なのかで、分けているのかもしれません。それは本人たちに聞かなければわからないんですけども、影響を受けていることを皆さんが理解してください。で、これは、法の下によって平等という、内容は法律であります。で、それに関しては情報も平等でなければならない。で、結局その災害、まあ、ここに、放送法の108条の中では、まあ、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な、火事、その他による災害っていうことになってくるんで、そのエネルギーの残存量問題を、その他の災害の部分でね、エネルギーの残存量問題、それもちろん法律は人によって解釈違いますけども、エネルギーの残存量問題、これはものすごく大事、一番大事、世界で。で、これは、石油の採掘可能埋蔵量とかもう残りあまりないんですよ。ロシアも1万5000メートルも そこまで掘ってくれてる。で、この状況下で、気温が下がるような冷たい行動を行ってはならない。誰に対してって淡井圭介にです。まあ、はっきり言っておきます。これも軸で世界中の政府上層部に名前を通ってるのは淡井圭介なんですよ。これ他の人じゃないんです。だから僕を軸に、置き換えて物事を組み立ててるから、どうしてもそうなります。で、他の人たちがどういうような反応をするかとによって、気温まで状況は変わってくるんです。これがもう現実なんですよ。だから、他の、ホームページ淡井圭介の利益の1番を見てもらったら、僕が、日々どういうふうなことで悩んでいて、どういうふうなことで苦しんでいるのかっていうことがわかります。で、警察官の方たち、これはもう裁判官の方たちもそうなんですけども、テレビの、昨日、撮影した内容に、ご覧になっていただきます。一般の方たちにも。一応、まあ、ただ、見てくれる人はまずいません。同業者の、テレビ局の人とか、国会議員の人たちぐらいです。もうこれね、閲覧してもらったらわかります。基本的に僕の、ホームページの。ちょっとね、映しますね。例えば、ちょっと動画をアップロードしても、もうちょっと離れないと無理かな。この辺がね、視聴回数なんですよ。はっきり言って関係者しか見ない。本当は一般人の人も見てもらって、世の中のことを、神がかり的な力とか、そういうふうなことを勉強していただきたい。ただ、今の現在価格に換算して、仮執行の勝訴判決で、500万円ぐらいの金額になるものに関して、それが盗まれた、動画に関しては、視聴回数が、1600ほど、あったりなので、多くの人がこれですね。ちょっともうちょっと離れて、無理か。これ、300万円ほどの仮執行の勝訴判決。これがね、勝訴判決が出たのが平成21年ぐらいなんですよ。で、民法の年、5分の金利、それが加わってくると、1年間ですよ。元本の組み込みがあるんですよ。民法でも。で、年金利の5分で計算していくと、元本が膨れ上がっていくので、大体ね、10年ぐらいで 1.5 倍ぐらいになります。平成21年から今の現在ですから15、6年経過してるので、まあ大体、まあまあ500万円ぐらいになるって、まあそういうことなんですね。で、その辺に関しては、紹介数が多いっていうことになってくるんですけども、まあ他にも、まあ人材派遣会社関係のところとか、そういうふうなところは、まあ閲覧者数が多いところは多いです。数千、1万を超えてた時のものもありましたね。その辺ね、数字が何回か動いたことがあったのかないのが、まあ似たような動画が2つあるので、片っぽ、まあ両方ともそこはさ、再生回数多いんですけども、まあそれはあんまり意味ない。動画の再生回数よりも、まあお金が入ってくるかどうかに関しては、過去365日を遡って、3000時間か4000時間、をクリアしなければならない。で、チャンネル登録者数が500人か1000人を超えなければならない。僕はまだそこまで到達してないから、お金が入ってきたことないから、これわからないんですよ。時間も。
どこが照準なのかっていうところが。で、別にお金稼ぎをメインにして行ってるわけじゃないし、かといってお金がなかったらなかったで、この動画の作成に関しても年間1万7000円ほど払っています。ホームページの画面を使わせてもらう、その動画とかにアクセスできるシステムによを、運用するものをですね、まあ、プロという内容のものなんですけども、だから普通に考えたら本当は無許可でテレビの放送を、撮影して放送してはならないんですけども、もうこれは別枠として捉えてください。もうこれ行政が行ってきたことですから。僕を世界の政府も含めて、軸においてスーパーコンピューター系富岳を神戸市に設置した。1997年、8年、それぐらいの頃に、神戸市立ホテルフルーツラパークで勤務していた。まあ、1999年とか他の年でもちょこちょこ働きに行ったりとかしてたんですけども、その1997年から99年までの間で、その当時の大臣とか、総理とか、その後世界中の政府上層部に、なられる人たちとか、まあ、ある程度も水面下で話決まってます、ある程度。家計云々の部分があって、責任問題もありますから。で、天皇家の人たちともお会いしてる、勤務先が変わっても天皇家の人たちとか、いろんな大臣の人たち会いに来る、もう点々といろんなところの勤務地変わってですよ。で、そういうことをずっと、繰り返していて、まあ、天皇陛下も、現在の徳仁様が、皇太子殿下の頃当時、まあ、僕と45分ぐらいか1時間ぐらい話して、で、その時にね、おっしゃっていただいているのが、まあ、その当時の国会議員の方たちもそうなんですけども、芸能界のことは君に任せるっていうことになってると。で、徳仁さんは君だったら乗り越えられるからっていうことを力強くおっしゃってくれたんです、当時。で、まあ、そこからの始まりで、粟井圭介の関係者が基本的にテレビに出たりしてたんです。で、僕もこんなにフェイクニュースがずっと続くって思いませんでした。当時もフェイクニュースだっていうことを教えてもらいました。戦争のこととか。だけども、それをいろいろ答えもらいながら、そのニュースを、なんとか変えていったりとかしてたんですけど、もう全然変わらない。政府の方針だと思います。そのフェイクニュースをずっと放送するっていうこと。以前放送した内容をずっと放送するっていう。もしかしたら裁判所かもしれない。だとしたら、その裁判所の裁判官名とか明かさなきゃならない。それ世間に対して、それを裁判官が行ってよい判決じゃない。正しい判断じゃない、絶対に。その時その時起きてる事件だけじゃないと無理、本当に。そんな判決書誰も見てない。で、スーパーコンピューターというものを使って電波という世界を、作って、どれだけ、大きく物事が歪んでいるのかっていうところと、その字幕が喋ってる音声と違う字幕がついてることによってね、テレビ出演者の人たちが、まあ、攻撃されていたり、神がかり的な力でね。で、私もそれ、その時、こう思ったりしてるんです。テレビに向かって言う時にね。で、頭の中取られたりとかももちろんあります。それも結構強烈なんですよ。痛みとかもありますし。その役目を粟井圭介が担わされてるっていうところを、皆さん理解してもらわなかった。これも証拠として世の中に出さなかった無理があるんですよ。本当に。それは警察官の方たちとか裁判官の方たちに認めてください。本当に。そうじゃなかったら無理だから。この動画を、最初と最後に、ワンセットにしておきます。ある程度いろんな法律名は、ちょこっとだけども出しました。まあ、放送法、全体的なことに関しては、放送法と情報に関することに関しては、法の下に平等っていう部分と、まあ、あと日本国憲法とかも、六法全書、ワン、ツーの範囲内、あと現行法規、現代日本法規、あれもまとめて、現行日本法規という名前にして、神戸市の中央図書館に置いてもらってます。二重行政になるから。もともと同じ。書いてる内容は同じだから。変な小細工。両方とも出してるの行政。もう行政がバラバラ。だから僕は何とかまとめようとしてる。で、僕がいなかったらこの世の中最初から最後も無理。本当の話。受け入れない人間が逃げてるだけ。僕はコロナウイルスの件に関して、生物兵器のこの何条何条に、こういうふうな形で、違反してるっていうことを述べてから、インフルエンザもどうせそうだったんでしょうって、医療業界の人間が作ってたんでしょうって、DNA だの何だのって強化ができるとか言い始めてって。違う。ただ単に病原菌ばらまいてるだけや、生物兵器の。人々を苦しめていた。それで金稼ぎをしていたのは医療業界。それも何回も言って、コロナウイルスの、例えばこの辺だったら、
イオンモール、岡場駅、神戸電鉄岡場駅降りたところに、左手にあるイオンモールの中にコロナウイルスのワクチン接種会場とかがあった。途中であのフロアは昔は医療機関なんか一つも入ってなかった。いらないの、あんまり。人口ずっと減ってるから、僕生まれた頃から、生まれるちょっと前からずっと人口減ってるの。生まれてくる人たちの数が。減りっぱなしなの。ずっとこういう形になってるの。男性と女性の生まれてくる形がずっとこうなってるの。増えるはずがないの。医療機関が。増えていいはずがないの。人が減ってるんだから、根本的に。もうめちゃくちゃ世の中も、これぐらいはっきりと思うの言える人間がいなかったらダメだから、僕は国会で大臣と同格として扱われています。大臣と同格者は都道府県知事か、もしくは、いろんな会社の社長さんの集まりのグループ企業の大企業の会長さんだけが同格者です。それ以外の人間は僕より下です。嘘だと思うんだったら岸田さんに聞いてみてください。あとその映像とか出せるならテレビ局も出してもう一回撮影とかするから、そういうように公表するから。それなかったら無理なの。普通の会社に入った人間、例えばね、課長とか部長とかある程度の役職の人間であったとしても、他の企業の文句言えますかって表立ってって。言えないんですよ、みんな。じゃあ僕みたいにこういうふうに生活保護者でいろんな知識を堪能に身につけていて、世の中のこと、すごくいろんなことを知ってる人間が言うしかないんです。それじゃなかったら無理なんです。結局自民党とかも建設工事とかで仕事与えて、で、そこから先ホテルとかもそうだったでしょ？お客さんの海外からの誘致もそうでしょ？仕事与えてる。だからそこで仕事もらってる人たちが票入れに行く。だから世の中これだけめちゃくちゃになる。エネルギーの残存量問題の方が優先順位上だから、スーパーマーケットで食料並ばなくなるから、本当に輸入が止まったら。止まるから。もう残り54年分よ。僕は若い頃残り69年分よ。石油の採掘可能埋蔵量。ロシアなんかもう1万5000メートルもそこまで掘ってくれてるのよ。それをウクライナとロシアのフェイクニュース流してんのよ。ちょっと先ほど、容量が、少なくなってしまって、録画が、中断しましたけども、まあ、報道ステーション一番最後の方に、大越さんがね、涙目になりながら、本当に強いなら出せますっていうことを言ってるんですけども、それはもう動画のアップロードとして、受け止めて、アップロードします。で、まあ問題があれば、多分内閣が削除します。で、それは問題ではないはずです。言ってる内容と起きてる現象とかを見たときに、あと、その以前の放送をすることによって、この近辺に、あと遠征しに来てる連中がいると思うんです。存在するっていうことでね。で、それをまずやめさすこと。ただひたすらエネルギーの残存量を、エネルギーを無駄遣いしてるから。エネルギーの消費を加速させてるから。意味ない、この辺。ちょろちょろちょろうろついても。僕と話し合う気ないんだから。僕と話し合いたいんだったら、僕の携帯電話番号を明かしてるんだから。090-3849-5237。電話かけてくれたらいい。ちゃんとここで話し合いします。で、みんな大した用なんかないんです。で、大した知識ないんです。まず僕のホームページを見て、世界の現状とか今世の中の状況を理解してもらわなかったら無理なんです、この世の中。なぜって、エネルギーの残存量問題。数字としてみんな分かってないから。で、テレビ局の司会者なんて、車の生産台数も分かってないんですよ。昨年、8500万台です。生産されたの。そういったところもアクセスできるようにしています。1の位までの桁が出てます。車の台数の生産台数、各国の。バス、トラック含むとか。手に負えません。消費が拡大してる。絶対無理。最後の最後まで原油なんか売ってくれません。そこの国の人たちが。あるところって言ったら埋蔵量が。ロシア。サウジアラビア。アラブ首長国連邦、ベネズエラ、この辺りなんですけども、地下で輸送で大体の国が繋がってる。だから石油採掘可能埋蔵量の、あの年数とか、データとかも世界国勢税を、まあ、何年かごとに購入してるんですけども、見方、もうめちゃくちゃ。ベネズエラの石油採掘、技術採掘可能埋蔵量が極端に増えたりしてる。去年の2023年のデータで見ると、
だから周りの輸送とつなげて、そういうふうな数字を出してきてるのか。ただ、他の採掘可能だった地点の国が、約10から20ほど消えてます、表記が。ない。もう何が起きてるのか僕もわかんない。だから今のところ、次の世界国勢税では、国連で、石油を採掘している地点の、今の現在の深さっていう一覧表を出してほしいと。そう言ってます。それが今年の9月に発売される世界国勢税に載ってるかどうか、その時間的に世界中から統計集めなきゃなんないか大変な作業です。だけどそれが出てくるかどうかわかんない。そういうのを見て物事を見極めなかったら、どちらにしてももう先々掘っていくも考えて技術的石油可能埋蔵量を出してるんです。それを石炭とかもう何でも同じ。金属も。それを何回も僕を精神病院に入れて隠蔽しようとしてたのが政府側。一部のね。もう大体昔からそう、行政の方が悪いことしてるから。行政が何でも許可を与えて行ってしまって、その後めちゃくちゃになってるの。万博カジノとかもそう。法律作ってるのは国会議員の人たち。万博カジノに関して賛成した人は全責任持たなきゃならない。それこそ3親等以内の請求。で、多分カジノはしないんじゃないかなって思います。普通に考えたらわかるでしょ。残ってるのポーカーとルーレットぐらいじゃない。パチスロとかで、もともとスロットマシンだったでしょ、カジノって。あんなもんラスベガスで大赤字出してるから。だからボクシングで賭け試合とかやり始めたの。昔から。税金使って建てといて、後からそれを不良債権しといて、黒字化だの何だのって言ってんの。元なんか最初から取れない。じゃあ最初から作らなかったらいい。面白いもの映画とか作ってきた音楽とかも。それから世界中の良い曲とかお互いに、販売し合ったらいい。YouTube で見れるようにとかね。その方がよっぽど有益。その国の人の、翻訳に直したりとか字幕つけて。映画もそう。まあ、それはもう今有料番組があるかお金払って見れますけども、いろんな国の映画。しなきゃならないことを、国会議員の人たちが分かってない人たち、多いんです、実は。だからもう僕がいなかったら無理っていうことになるんです、この世の中。結局、テレビも。テレビ局がどれほど悪いことをしてるかっていうことをしてるときに、テレビ出てる連中が聞こえているのにヘラヘラヘラ笑っているのかとか、あと、なぜ淡路さんの言ってる言葉が、今の重要なワードが聞こえなくて、なぜああいうふうなワードが聞こえてるのっていうことを、監査の人とかも見て理解しなきゃなんない。これテレビ局はコンピューターで守られてるからだって、行政とかがあって。で、淡井圭介が喋らなかっても、ついてる字幕を読んだだけで、テレビ出てる人たちは聞こえてきてしまってるんです。そのワードの内容で。それが僕の声かどうかわかんないです。聞いてみないとね。だけども、どう考えても僕だと思いますよ。軸になってるの。もう受け答えしてるとこの映像いっぱい本当はもう撮影した後ですから、それ見てもらったらわかります。今までの分。で、なぜ彼があんなに怒っているのかとか、だんだんわかります。で、番組に、まあそのニュースがね、何年も前のものを何回も放送してるっていう話をしましたけども、最悪、関西の放送してる番組の一部の番組では、番組ごと丸ごと出演者とかも以前出てた内容をそのまま動画をつなぎ合わせたりか、そのまま出して放送してるっていうのは、年齢を見たときにどう見てもおかしいんです。土曜日のおはよう、朝日かな、おはよう、もともと ABC かなんかそういうふうな名前だったような気もしますけど、なぜおはよう朝日、朝の6時30分、昨年の年末の方に、撮影しましたけども、例えば芸人のシャンプーハットっていう2人、僕より年上だったと思うんですよ。僕今年47。で、向こうは、僕より年上っていうことは、50近くでしょうか、50か超えてるかでしょう。あんな顔、どう考えてもないでしょうっていう。最悪、以前の内容をそのまま放送してる。純利益、コロナウイルスの時、吹っ飛んでるから。ないから、赤字、赤字、赤字。で、もともとテレビ局の傘下で抱えているラジオ局、ほとんどが赤字。
ラジオ今どき聞こえたなんかほとんどいません。焼け石に水友情のラジオ番組なんか作っても、作ったら作ったで、それ維持管理しなきゃなんないから余計お金かかる。だからもう、ラジオ局なんか2局くらいでいいの。国が行ってる NHK の系列のところと、あと民間のところだけ。ほとんどの人が聞かないから。で、質を上げたらいい。まあ、散髪屋さんとかで流れていたりとかぐらい、ラジオって。本当に。スーパーマーケットでもラジオなんか流れてるとこ聞いたことない。一応災害用に、そのラジオで情報を拾えるようにするためにラジオを残してるだけ。もうあんまり話してたら気にないんで、動画をつなぎ合わせますね。これ本当にこの件でね、その僕を訴えたりするのは本当勘弁してください。法律に長けてる人だったら分かるはずです。どっちの言い分の方が、正当性があるか。これなんですよ。一法律だけで動くやつは一番危ない。この法律に違反してるか。違うよ。行政がものすごいいっぱいいろんな法律違反してるよって。テレビ局も。騙されてるんだから。テレビの放送で。じゃあなぜそれで高級得られるのって。NHK 料金集めてるからでしょって。そこからのお金が回ってきたりとか、税金まじりの企業からの CM 料で何とかしてるんでしょって。例えばオーロナミン C の CM 見てどう思います？オーロナミン C 何本売ったら番組の制作費出てくると思います？買ってる人いると思いますか？買ってるか買ってないかで言うと、コンピューター買ってるって言うんです。一本でも年間で売れたら。原油の残存量に関して、1リットルでも残っていたコンピューター残ってるって言うんです。短いワードで。どうとでも受け止められる言葉で、あえて騙してくるんです。テレビ局の出演者の人間がコンピューターに守られる全員一回やめた方がいい。そうじゃなかったら改めないから。本当は仕事場ってどこでもそう。叱られて、怒られて、それできちっと仕事するようになってるから。誰か叱る人間いなかったらダメなんで、僕、叱ったり怒ったり言ってるけど、それは呪われてるから。きついの、本当は。言わなかったら言わなかったり伝わるでしょ、字幕の内容が。そんなに違いますよって言ってあげなかったら、わからない場合あるから。いや、出てる人。時間軸違うから。まず時間軸何年の淡いケースですとか、心の声とかでも伝えてるときで、伝わってるときと伝わってないときがある。で、何回も同じ映像を出されたらもうわかんないから、最初に伝わった1回目の、伝えた内容が伝わってるのか、2回目の伝えた内容が伝わってるのか、わかんないわかんない。こんなもん、無理。誰が担当しても。で、その、昔のウクライナとロシアの、ソビエト崩壊か、その前の頃の戦争でしょ？どうせ。それかもしくは、ウクライナだったら、オデッサ。あの辺りで、地下資源、鉄鉱石とか採掘、ものすごい量してたんですよ。だから地面の中、穴だらけになってるから、一斉崩落で地震発生して、建物が崩壊してるのかもしれない。ガザとかイスラエルとかもそう、世界中で見た地震なんかどこでも発生してるから、大きな地震。チリとかもそうでしたけども、インドネシアなんか最悪、十何万人死んでるから。津波とかで。もうわかんない、家の倒壊してる数なんか。もともとそんなに丈夫に作ってないから。いや、そういう真面目なことだけに、絞り込んで、情報。で、テレビで放送してどうしていくべきかっていうことをテレビの放送で放送すればいいの。なのにそれがずっと逃げてるの。わからない。NHK の方が先に放送してるから。そこはみんなからの税金で動いてる。NHK 料金は税金ですっていうことは国会も認めてるから。政府の一番上は認めてるから。何十年も前から。で、そこが最初に放送してるから、だから総務省の管轄で総務大臣の管轄になってくるんですけども、かといって総務大臣がコロコロ変わってもしょうがないし、とにかく昔のフェイクニュースを違い法権を使って、うちの国は流さないよっていう、人が総務大臣になってください。じゃなかったら無理です。で、総理もそれを認めること。官房長官も、副官房長官も、副総理も。そこから上の人間全員が認めること。とにかくみんなも、ダメだっていうことで、もうこんな世の中だからしょうがないんだって投げ出したらもう絶対そこで終わりだから。こんな世の中もうみんな精神的に、もうちゃんとエネルギーの残存量問題解決する方法とかで頑張らないから。
バカのために生きてしまう人間に変わってしまうから。世の中こんなものだからって。でも絶対僕を精神病院とかに連れていったらダメ。僕が睡眠薬とかが必要で精神病院、例えばこの辺だったら富永神経クリニックかとか行くんだったらそれは OK。あの精神の生産されなくなる薬も非合法だから。人権とかを考えた時に。で、肝心要の警察官の人が分かってないから、1ヶ月入院させられたら、精神病院の入院って100何十万求めてくるから。もうそれだけで若い人なんかいられない、人生潰されるから。せっかく学校から斡旋してもらった、10年間働いていた、その仕事場とかね、まあ、隣のベッドで、ちゃんと敬語で話してくるんですよ、その時。だから、一時の感情でね、警察官の人と揉めてしまったらしいんですけども、1年間入院させられてたんで、させられたんです、その人はね。で、その人は10年間同じところで働いてたんですよ。で、僕より若かったから、もうこれはもう僕の勝手な推測ですけども、多分学校からの、案内で、就職できたところ。うん、けど、それでもう辞めさせられてるから。もうその勤務先はまだ戻れるんですかって。いや、もう解雇って言われましたって。で、ちょっとその警察官の人と揉めてって。だから本当のこと分かったら警察官の人もある程度文句とは受け止めてあげなきゃなんねん。その議員さんの人たちも。こんな世の中作ってしまった方なんだから。行政側で。それが行政側の覚悟。叱られる覚悟。だって高い給与もらってるんだもん。一般の人みんなそこまでもらってないよ。非正規雇用者の人たちの方が圧倒的に多いんだから、この世の中。人口まで嘘ついてるから。地方交付税法とか知ってるでしょ、警察官の方だったら。それ、取り分どうなってます？人口なんか本当のところ6000万人いるかいないかだから、それも前輪の地図とかで調べたらわかる。で、それはもう一部のもう10年以上前からいろんな人たちが、秀和株式会社の北神戸店とか見に来てこういう前輪の地図をね、こう繋げていったもの、一軒一軒表数名入ってるから。で、これを見て、本当にこの区、例えば垂水区何軒家があるんだろう、三田市何軒家あるんだろうって見てびっくりしてるからみんな。こんなん絶対行政の発表してる三田市の10万人でこんなん絶対おるわけないやんって。家1万件ぐらいしかないよって。こんなん世の中どうしたらええんって。その当時、2005年、6年、2006年から7年にかけての秀和株式会社の勤務時にフィリピンのドゥテルテさんが来て、その後フィリピンの大統領になってるの。片言の日本語ぐらいならあの人喋れます。日本人との多分ハーフの人。が、現地で、親が、日本、片っぽの親が日本人だった。か、両方の親が日本人で、フィリピンで育ったから、日本はあまりわからないのかもしれない。というか、まあ少し喋れるでもすごい方。だから、その他の国も多分似たような状態。第二次世界大戦とかで、移民政策とかで世界中知事になってるから、国境がつな、陸続きで繋がってるところなんか、もういろんな、もう20国籍、30国籍の人がどうせいっぱい増えてるから。で、その人たちが、そこの自分の元々の国の国籍を申請して消さなかったら、無理だから。で、死亡届とかその国で亡くなった時に、そこの人が元々どこの国の人だったかっていうことを、そこの国の人が調査しなかったら無理だから。もともと例えばフィリピンの人がインドネシアに渡ったとして、インドネシアでお亡くなりになったとして、普通に老人になって。で、そのインドネシアの政府の人が、その人のね、家系を辿って、この人はもともとフィリピンから来た人だっていうことを特定して、フィリピン政府の方へお亡くなりになりましたって言わなかったらわからないの。じゃなかったら、実質世界では一人しかいないのに、二人とか三人とかいうことになるの。二重国籍、三重国籍。これが世界中で人口が増加してた、からくり。あ、じゃあエネルギーはって考えたら全然違うから。エネルギーの消費ずっと拡大してるの。車の生産量ずっと増えてるの。無理だから、こんな世の中。いや、もうこれ前提で動画見てもらいますね。もう絶対僕捕まえようとしたりしないでくださいね。僕ぐらいしか教えれる人間ほとんどいないの、世の中。99% 以上の人は分かってないから。自分の仕事で手一杯にはなるはなるから。だから地方交付税法とかも調べて、なんか、国、行政側はお金を持ちすぎてるから万博とか開いちゃうの。で、それで余計にエネルギーなくなっちゃうの。違うのしなきゃなんないこと。
バイオマス発電っていうものは本当は下水処理場の汚泥プラス生ゴミでメタンガス、発酵させてメタンガスを抽出してガスを生産するんです。下水処理場は日本全国で1500箇所あるんです。で、これは生ゴミとかどれぐらいの距離で集めてきた方が効率いいのかを考えてタンク、貯蔵タンクを作ればいいんです。で、僕が言った、両案を受け入れてないんです、行政も。聞いてないとか逃げるんですよ。覚えてメモしないから、その場で聞いてすぐメモしないから、実力あんまりないんです。いいですか、貯蔵タンク円筒状にまだ作ってるんですよ。あんな作り方したら地震来たら倒れますよ。高さ20メートルとかあったら中で液体とか入ってるんだから、パンパンに下の方揺れたら、そんな重量ね、何千トンとか折れるに決まってるじゃないですか。金属あれ、なんか空洞ですよ、どこも。車止めのポールとか。で、そんなものね、今、下水処理場関係のバイオマス発電で、まだ100箇所あるかどうか、1500箇所あるか、下水処理場。で、日本中で本当は作れるから。で、作り方、貯蔵タンクの奥行きと長さを100メートル ×100 メートルの真四角、高さは15メートル。覚えてくれてる警察官の人、覚えてくれてます。彼の言ってることの方が正しいって、たまにテレビのニュース見ていて、ああ、淡井さんだって気づいたときに、淡井くんだって気づいたときに、言ってくれる人は言ってくれる。倒れない。それは絶対に、倒れたりしない。ぶれたりしないから、真四角、あと高さ次第。ちゃんと地震を経験した人間が、淡井ケースが、もうこれ二十歳ぐらいの頃は言ってるから。だから、その当時の大臣とか天皇陛下両方の意見かもしれんし、国連の人の同意かもしれない。スーパーコンピューター系 FAO を多分それで神戸に設置してる。で、正直それで僕は1円ももらってない。どちらかというとずっと大変な立場で、たまにその多分昔の本当の戦争の時のニュースの映像、昔の映像を流してきて翻訳化してくるから、子供の悲痛な叫びもう聞いてられない。無理。本当に精神的に。もう食欲もなくなる。そういう意味でも、これ証拠として、記録として、世に出しておきたい。で、その子供の声のところは、昨日映像では出てないんだけども、もう、テレビ局の知ることがむちゃくちゃすぎて、あと、科学業界の知ることがむちゃくちゃすぎるか、もう無理。こんな世の中。そういう相談でもあります。世界中の政府上層部と。この記録絶対消しちゃダメ。以上です。もうこんなことで絶対捕まえようとしないでくださいよ。お金 NHK 料金払ってるんだから、僕だって。1年間でまとめて払ったら、1万4000円しないから。1万3000円いくら、今。以上、あとは民間のところで放送してるところなんか、大体もう全部、ほぼ、税金マジ。雇用助成金ぐらいは知ってるでしょ？もうそれだけで税金入ってる。で、他は、車関係だったら、電気自動車とか水素自動車に関しての補助金。国からの税金大量に回ってきてものすごい金額。それを法人税上げて返してくださいねって、その岸田さんに言って、岸田さんとか自民党の人たちはそれでいいっていうことを言ってくれてるんですよ。お金を持たせすぎたら、建物建てちゃうんですよ。この辺ってね、有馬警察署の人だったらわかると思いますけども、トヨタの店舗だけで3店舗もあるんですよ。この間、JA の近くのところが解体されて、あ、やっと分かってくれたわって思ったんですよ。そしたらすぐそこのところ、宮崎書店のすぐ横に新しい店舗を作り寄ったんですよ。これだけじゃないですよ。藤原台のあの奥の方のところにもありますからね、南町の方に。大きな、ものすごい大きいトヨタの店舗、一番大きい店舗。ありませんって、一つの駅の区間とか、二つの駅の区間に同じ種類のメーカーの自動車屋さんが4店舗なんて、この辺がもう全部狂ってしまったんです。内科も10件以上、歯医者も10件以上、ね、もともと総合病院の中にも、歯科医と、歯医者のところとかあるから、そんなに虫歯なる人いないって。この周りの人ぐらいだから行く人。ちょっと離れたところにすぐ総合病院ある、アドベンチスト病院ある、済生会病院ある、広北病院もある、で向こうの広北病院、田尾寺駅から二郎の方へ行ったところの広北病院はいつにか老人ホームに変わってました。老人ホームもいっぱい増えてるから、今度作りすぎ。どう考えても。人口減ってるの。
段階の世代の話はもういい。海外で亡くなった人の話の死亡統計、海外から回ってくるから、いないの。商業原理だけでも海外で移転して、現地の人と結婚する人は結婚してそこに移住してしまうから。もうめちゃくちゃ、もうどこから手をつけたらいいか分かんないぐらいめちゃくちゃだけど、解決方法を僕はホームページに書いてる。それを見てください。以上。で、次、もう動画つなげます。2024年の、3月8日22時4分、報道ステーション。報道ステーションを見てる方たちへ、淡井圭介本人です。鳥山明さんの死亡しているニュースは昔から何回も流れています。こちら2024年の時間軸、3月の淡井圭介です。もう呆れ返りますね。人間の死のニュースまで打って金に変えて、報道っていうものはお金稼ぎをしている。これ人間性もうどうにかなるわ。報道出たらもう絶対おかしになる。普通の人間絶対ここまでできない。先ほどの報道ステーションに出ていた女性アナウンサー、ちょっと危険ですね。こうなったらみんなで行きますとか言ってますけども、誰もそんなこと頼んでないですよ。みんなって誰のことを言ってるのっていうことなんですよ。で、そもそもどこへ行くんですかの話になるんですよ。本当に本当に。で、もう髪の毛染めたる人間の言うことあんまり、真に受けない方がいい。本当にまずいから。もう順番昔から決まってる。髪の毛染めて、その次、イヤリングとか、その次ピアス、その次タトゥー。もうタトゥーまで済む人間なんか、まずなかなかおらへんが、よっぽど悪いことしてなかったら。完全に暴力団側の人間性質変わってるから。そしてですね、鳥山さんの作品、あられちゃんの文字もランクインしてきています。さっきね、そういうことを言い始めたから、こうなったらみんなで行きますとか言い始めたから、ちょっと撮影再開したんですよ。みんなで行きますっていう意味がよくわかんないんですよ。他の人間に、例えばさっき通り過ぎたのかどうかを、過去様かどうか聞いたところでしょうがないし、他の人間、その辺にいる人間で、信用できる人間、思い出して、この人信用できるなっていう人がその時に発見できたらいいけども、わからない。かけ離れすぎてる。それでよその人間とか紹介されたらもっと話が余計ややこしくなって、もっと手をつけられなくなる。で、会社なんか行ったら余計たくさん人が集まってるから余計ややこしくなると思う。会社での結婚話の方はね、地下水力発電と、河川水門開閉式ダム、河川水門開閉式ダム地下水流トンネル、回転扉式発電に関しては、それは会社でも話したらいいと思う。その話ですら、淡井圭介の自宅に相談しに来ることができないっていうのが、この今の現実の事実。ドラゴンボールのコミックは、世界80カ国以上で発売されています。日本も含めた、もう昔から鳥山明さん何回も死んだことになってるから、今の実年齢に換算すると何歳なのかわからない。本当にこのままだったらあっち側で出しますってコンピューターが言ってきた。電波でこちらにナレーションの人間の声使って言ってこられてる。で、これは嘘を放送するとどれだけコンピューターがテレビのことを信じて、言い返してくるかっていう、その危険性っていうのを何も考えてないっていうことになります。何回も言われてる。本当は報道関係の人間もこの記録持ってる。それでも分かっていて、世界を、破壊する方向へテレビ局はずっと放送していたっていうことになる。で、それが政府、もう寝転がってる。もうごめんなさい、足組みながら。しんどい。しんどい時はもう足組んでしまう。もうそれはしょうがない。で、多分、テレビ局は放送するから全部話が一致してくるんだと思う。ここまで世界の人々を引きつけてやまないのはなぜなのでしょうか。こういうことをいちいち動画で撮影していたら、また死なきゃならないことが増える。
全員真面目に働いていたらよかった。エネルギーの残存量問題が方が重要だからこういうのは作らなくていい。でこういうのを集めて、すごい田舎の方の、空き民家に飾ってあるところを見かけました。三田市と笹山市の間のところですね。三田市だったと思う。笹山市から三田市に入ってちょっとぐらいのところですね。JR の線路沿いの道を歩いていたらですね、線路のよくすぐ真横を歩くんじゃなくてその近辺、JR から少し離れた10メートルに、10メートル以上、10メートルどころじゃない、2、30メートル離れたところの道ですね。まあ、三田の方へ、続いている道なので一本道なのでそこさえ歩いていれば分かりますね。左手から見えてきます。笹山市から三田市に向かって、三田市内に入ってからだと思います。だから三田市に入ってから、ちょっと歩いてから左手ですね。そのあたりに誰も人なんかほとんどいない。ね、その次あの出てくる言葉とか、これ全部あの、へっちゃらっていう言葉が出てきたでしょう。だから、このテレビ側の都合でばっかり言ってくるパターンになってくるんですよ。言い返してくるようなパターン。もちろん先の出演者にそういうつもりはないですよ。動画の編集とか全て合ってくるんですよ。そうしたシーンをカットしつつ放送を続けていたのですが、1996年放送は中止となってしまいました。しかしその後も漫画によってドラゴンボール熱が着々と育まれたそうです。ごめんなさい、日本人の淡井圭介というものですけども、鳥山明さん、もうだいぶ前まで、だいぶ前にはお亡くなりになられてるんですが、もう2024年もまだ亡くなったニュースが放送されてます。これが一応言葉で伝えてあげなかったら、日本の状況とか分からないから。一時ルール作ったらいいんですよ。一回死んだ人の記録はそれで固定って。本当に死んでるのであればですよ。だからもう、この人も何回もだいぶ前に死んだことになってるから、もうわかんない。だいぶ前のアニメの頃、ドラゴンボールのそのセルとかが出てきた後、長い間、コミックも終わっていて、その後アニメのその続編で先にアニメを作るべきだと。それから漫画を描けばいいと。それをしなかったら、漫画にアニメが追いついた場合、アニメがもうダラダラになるんですよ。もう見てられない、はっきり言って。だから、先にアニメの方を、見えるぐらいで、なんか、こちらは記者で行きますとか言って、大越さんは言ってたんですけども、わからないんですよ。もう、パリのことだと思うんですけど、僕にはそう聞こえていますね。記者で行きますって、誰の声を拾って記者って言ってるのか、大越さん自身、大越さんが言ってる以上、大越さんが記者で行くしかないんですよ。他の人は行っちゃダメだから。本当に本当に。大越さんがこちらに一度取り付いて、僕の口が動きそうになりましたね、バレたっていう。淡井圭介本人が言ってます。淡井圭介本人が言ってます。もともと取り付くってそういう意味だから、あんまり良くない。もうじゃあもう楽すくらいよ。ラスク。もうクライアントじゃない。クライシス組織の。イギリスの王室とかさ。イギリスの王室とかが、まあいろいろこう企業を持っていたりとか、そういう部分がありますから。
もう我慢の限界ちょっと言いたくなるぞあのラスククラッチャラスククラッチャラッラッラックスラックスおやつそ好きになるっていうさワードほら合ってくるでしょそおやつの方のことだから一応まあアニメの方も好感度持てるキャラクターにはなってますからいくつか黒くせられてますで私の中あなたはいますあなたの中に私はいますかってちょっと体温だか電波で聞こえてる声と聞こえてないとこ全部区別つけられてるからちょっと報道ステーション今から言うこと真面目に聞いておいてくださいよ過去様かもしれないと思われる人物に声かけて返事はなかったでその場合だと危険あのこの最後のワードが電波の声でねそのまま私についてきてくださいだったらエロ業界の人間だったとしたらその人間について行って部屋入っていたら大変なことになる。で、これは本当に昔からあるから、そういう勘違いついていて、そういうケース、映像見てる。でももう裁判所からの映像。で、他にもいろんないっぱい見てる。で、それプラス、体の中に入ってきたのはいらん、出す。そうそう。だから心の声イコールそれは綺麗なものでもないしそれまで絡まれていたら、腹立ってる状態になるし、その後過去様と思われる人物に関して、その後男5人組に絡まれてる返答がなかった後わからないその過去様本人かどうかで昔も同じ現象はあってそれと過去様が、学生の頃僕と一緒に歩いて恋愛相談とかしていてすぐそばに来ていますよとかそういうようなことは言ってたその好きな人女の話とかでね、うん、でまあ他にもいろんな話いっぱいしてあるで何回かそれ繰り返してるでね、やっぱり神がかり的な力でくくられているのは気がするというよりも確定的ですね。で、ダイエーその後青い着物服のものと結局そのものは昔から返答がないんで、過去様かどうかの確認のしようがなくて、その後イオンモールへ行くと、自然と僕の方が選んだレジは谷川というメガネをかけた男性のもののレジだったんですが、以前もそうだったんですよ。だからあのレジはいくつもあるのに、僕も日によって違うレジを選んでる。だけどもそこの、ものの、レジへたどり着いてる。だからそこまでは全部パターン化して同じなんですよ。だから全部思い出せとか一言言われたら話がだいぶおかしくなるし、ブルネイの王室の方たちと会った時、いや違う、だからそれは勝ちとか負けじゃない。話最後まで聞かないで、川端さん、あなた全然しっかりしてない。人の話最後まで聞かないで、判断するのはなし、絶対。紀子様が会うって言ってるから、それは紀子様本人が会わなきゃならないことだから、本人確認とか、で、その映像昔の使ってる可能性がある。だからそれで全員同じ動きになってる可能性があるから、神がかり的な力とスーパーコンピューターの力が強すぎる。だからその辺のところを全員がしっかりと変えなきゃなんないって、それを言ってるの。ホームページは青池ですけど、全員見てないやろ、本当に。県議員の人とか。上から目線で君たちの方言ってたやろ。君たちやぞ、言っとくけど、万博とか開いて、エネルギーの残存の問題全然解決しようとしないの。見てる淡井圭介が二十歳の頃に、バイオマス発電にしても、地震が来ても倒れないように、横行き、奥行き100メートルかけ100メートルかける100メートルに高さを15メートルにしておいたらいいって。で、メタンガスに関しては地下の地下タンクに作っておく。それだったら大丈夫。地下タンクが爆発した例はない。ない。何回も言ってる。ない。あれは地上にタンクを出してるから引火するのであって、普通のバイオマス発電、オデイプラス生ゴミをそこに貯蔵していって、そこから発酵して、メタンガスを採掘する方法に関しては、都市部でもできる。全然問題ない。そこは引火することがまずない。ちょっともし爆発したりしても火がつくぐらい。けどそれはない。地震でも倒壊することがないから。最初から真四角に作っておけば大丈夫。球体の丸いタンクとか、石油燃料のところ、ああいうふうなものを、
足元、円筒状のものを作って中空洞なんですよ。下金属だけども。だから簡単にひしゃげる。中で、タンクの中で、石油とか揺れるから。まあ、レギュラーにしても、灯油にしても、廃屋にしても、軽油にしても同じ。中で揺れるから、暴れるから。200万リットルなり、2000万リットルなりの、量が。大きいのは2000万リットルある、ある。一覧表は、そういうふうなものは、ある程度目を通した。で、そういうふうなことが昔あったから、ある程度の、関東圏でも地下タンク、めちゃくちゃ大きい、深いものを作ったりしてます。もう作った後。地下何十メートルもの深さ、ものすごい深いもの。で、危ない。もし今日、僕が声かけても返事しなかったのが佳子様だったら、こちらの、もう気候までこうなる、本当にこうなる。で、明日の、予想、コンピューターの予想、神戸最高気温4度、完全に真冬、3月絶対ありえん気温や。もう本当にこの件甘く見ない方がいい。絶対声かけなきゃなんないっていう、責任感持たなきゃなんないって、本当に。責任感の問題。もうそれ、佳子様だけじゃないから、今まで全員がそう。助けれる立場にあるのに、助けるだけの努力をしようとしなかった。会社に言って、自分の上司とかに言って、球団とかだったら金払ったらいいだけです。こんな簡単なこと誰でもできる。純利益あるんだから。給与の算定表通りに、仕事してなかった人の考え方が混ざり込んでるからや。それただの浪費型やから絶対したらあかんって。働いたその実績等によって出せる金額を給与の算定表で決めてるから、それ以上出しちゃダメなの、絶対に。当たり前じゃない。会社に貯蓄金なかったら回るわけないでしょ、会社なんて。毎年毎年、ね、営業利益、経常利益、純利益があって、ね。そんなも赤字かどうか毎年の決算で。投資者分返さなきゃ、工場とか作ったんだったら。スーパーマーケットだったら、スーパーマーケットの店舗、建築費用、いろんな費用。岡田監督の声で、アオアっていう声は聞こえてきてるんですけども、それコンピューターが無理やりそう岡田さんの声聞かせていって、岡田さんの方はコンピューターからの声が聞こえてきて、会わなきゃならない立場にさせられてるだけで、岡田さんのスケジュールもわかんない。コンピューターも身勝手に動きすぎ。明日岡田さんが休みかどうかなんか、そんなことわからない。で、それが、結婚話と重複して呪いになってる可能性があった。さっき僕の体の中でね。無理。普通に電話だって言ってる。で、僕はホームページに自分の電話番号を公開した以上、みんな電話かけないと。淡井圭介に。特に支払い関係のところ。こんなに法律のことむちゃくちゃして、天気こんなにむちゃくちゃして、何してんの本当に。東京も同じだよ。世界大会それだけ東京で開いてきたんだから。まずない。東京でも3月に積雪はまずない。関西で言うと、だいたい16度か18度ぐらいで、暑い日だったら3月だったら20度、3月上旬でも20度、突破するときは突破する。そもそも2月に突破する日があったのに。東京でも。もうそれはものすごい暖冬。だ3月まで上旬まで来ると、まあ、大体16度、18度ぐらい。で、もう絶対軸は淡井圭介だから。それによって誰が何をどうしたかとかで物事が決まっているのであって、台風だけは絶対嫌だから、気温のところで、まあ、不当たりが出てるというか。まあみんなの対応の仕方が悪いからね、こういうふうな形になります。もう同じこと。だから自分たち東京とかで雪が降ってなかったからといって、石川県が雪降ってたのに関して、それは政府の対応がおかしかったからですよ。テレビ局もね、淡井圭介から未来からの時間軸の声掛けで、能登半島地震の話をしていたのに、それが行政の人間全員動いて、能登半島から全員、12月31日までに2023年の、全員撤退させていたらよかったんですよ。
で、放送法によって、防災に関する放送をしなければならないので、もうこれ、一応動画つなげて YouTube にアップロードしようかなと思ってます。それなかったら多分無理だと思いますよ。で、こういうふうに正直足組んだりしてる、リラックスしてる姿勢の方が自分の言いたいことは言える。で、今言ってた内容は間違えてないんだったらいいんだと思う。そうでもしなかったら抑え込まれる、行儀よくしてると。だからこれは良し悪しで学校教育の。で、これどうなるかって後で、こういう偉そうな態度をしていたり、腕組んだりしていたら、それは偉そうっていうワードの認識でコンピューター認識されて、呪いが後で、こう、普通の格好した時に戻ってくる。それを外したりできる訓練しておかなかったら、腕組んだりすると、後が大変、痺れたりとかもするし、いろんなパターンがある。それは気づかない人は気づいてないだけ。で、これ僕は声出してなくて、特別字幕読んでなかったんですよ。だけども、喋ってないよと字幕全然違うでしょう。で、その苦しみがジョー・バイデンさんの方に行ってました。やっぱりそう、背もたれ使ってる時と使ってない時のパターン、だから、やっぱりそう、字幕で相手苦しめてる。日本の報道機関の字幕によってジョー・バイデンさんは苦しんでる。撮影し、その証拠を握ることによって。だからこの仕組みがかなりややこしい。アメリカが特許関係を持ってるからなのか、何なのか。だからそこはややこしい。で、正直僕も咳が出たりします。その辺のところは五分五分。誰かが証拠と、このの現実っていうのを公開しなきゃなんない。それができない限り、ずっと同じ行動してる。エネルギーの残存量問題でも、結局車の生産台数を減らすことができてない。この声ではさっきバレたっていうワードを呼び出されています。だからこれやっぱりアメリカとの相談も込みだと、これやっぱりアップロードありでしょう。ジョー・バイデンさん、もう結局もう僕は言葉出すか出さないかだけで、いつもそうだから、結局のところ。で、淡井圭介のこととかを述べてるのを認めたらいいんですよ。で、あとは警察官がこの周りの警備固めたらいいんですよ。で、賠償金を、その、外から、絡んできた、淡井圭介に絡んでくる人間とか、実際に殴ってきた人間とか、しっかりと、損害賠償を払わせて、国が淡井圭介にお金回したらいいんですよ。それを何回も繰り返しておけば、この辺りの一帯の奴らは、淡井圭介に対して喧嘩を打ってくることがなくなる。で、先ほども、佳子様らしき人物に声かけて、で、マスクしてたか分かんない。当人かどうか分かんない、分かんない。で、その後、男5人組に絡まれてる。演説終了後、トランプ氏は、こちらも一応敬礼しました。先ほど、途中で黙ってた間に心の声浄化を使いましたね。それ一旦呪いとか、外れます。法律用語です。浄化、浄化水槽とかの浄化。この手のニュースも昔から何回も放送されている可能性があるから、まあ、あんまりニュース見て真に受けない方がいい。何年前のニュースかなってまず考えれる人間になった方がいい。これはもう全国民が覚えておいた方がいい。やっぱり変なことをしているのを真に受けると変になる。顔のことじゃない、感覚。そこから抜け出せたら、自由に動けるっていうわけでもないんですけども、本当と嘘の、区別がついてくる。
同じ CM っていうのを見てもらいたいために CM 流してるの。別に今 CM の文句言ってない。で、言われるときは言われる。なあ、もともと会社にそんなにお金持たせないような仕組みを政府が行ってる。むしろ政府は補助金出してる。政府の補助金は政府のお金じゃない。みんなの税金。で、たくさん売ればいいっていう問題じゃない。淡井圭介の言ってることはエネルギーの残存量問題。僕は二十歳ぐらいの頃、1998年、それぐらいの頃、石油の技術的採掘可能埋蔵量残り69年分、2011年、東日本大震災があった11年のデータで、石油採掘可能。先ほど夫婦別姓のニュースが流れてたんですけども、あれも20年以上前から流れてます。で、そんなことよりも、もう裁判所の判決でも名前変えるのなしにした方がいいですよ。で、本名と旧姓をしっかりと名札に表記してつけておくこと。今日ね、インターネットのニュースで香港の議会のニュースだったんですけども、すごい映像でしたよ。名札をつけてるんですよ、議員さんも。自分の顔と名前。普通そう。それしなかったら覚えられない。大きな会社。100人以上働いているところなんか、もともとみんな、顔と名前覚えようとしないから。なんかさっきの女性は私の方とか何か言ってたんだけども、もうその時点で、この映像も何回使われるかわからないから、その時に誰がどういうふうに伝えたか、これがわからなかった話にならない。それとその時の字幕。字幕変えられただけ、字幕読んでるだけで、別に伝えようと思ってなくても現場に、その内容が届いたりしている以上、もしくはその内容によって向こうは向こうでコンピューターが稼働して何らかの効果を発生している可能性がある。で、先ほどは、録画していて強制的に遮断されている。で、容量がないかなと思ったんですけども、もう一回、録画を始めたら録画できている。2030年までに女性管理職 30% を目指す政府。しかし民間会社の調査によると今はわずか 9.8% です。多分これもテレビのニュースでそうなってる。この状況を政府が女性の管理職の何十%を目指すとかそういう話は別にいらないと思う。女性自身が管理職になりたいかどうか、自分を訴えた時にちゃんと先ほどからの話続けておきますね。2024年に放送されています。いや、他の、先ほど録画の容量がいっぱいになったみたいなので、もう一度録画を再開します。まあ、この2024年に放送されています。報道ステーション、淡井圭介より。先ほどの方、合ってるって心の声で対応したか、声で言ったかのどちらかですね。まあまあ、あまりそんなに気にしないんですけど、根本のところ、やっぱり結婚してからだと思いますよ。あの管理職うんぬんっていうのは、そうじゃなかったら人生の負担が大きくなりすぎるから、だから政府が 30% とか、この話が報道とかで踊らされてるんですよ。で、テレビで言うと独身の女性が言い始めてる。まあ、出世っていうことで、正直その人元議員さんだったりとかします。だから権力構造でそうなってるのか何なのか僕もちょっとよく分かんないですよ。ただ単に家のローンが残ってるからだとか、人によっては事情は違うから、まず結婚して子育てしなかったらもう後で取り返し聞かなくなるから、だからテレビの放送の仕方がこれが絶対おかしい。やっぱり管理職はいいって言った人は裁判所に訴えられた時ちゃんと出る勇気ありますかっていうことなんですよ。あります？淡井圭介が聞いてます。淡井圭介の足震えてもしょうがない。情報は平等。淡井圭介とこういうふうに時間軸を超えて喋っとるところをみんな知っておいた方がいい。その話分かりやすい。その前にもジョー・バイデンさんとかと話してるところの動画を公開しておう。で、法律の軽犯罪法一つにこだわりすぎ、礼儀の部分。で、あんまりそんなことしてたら、わかんない、何も世の中のこと。わかんなくなる。その、淡井圭介に対して、敬語なしで話をしろって言ってるんじゃないんですよ。違うんですよ。逆なんですよ、もともと。本当はテレビ出てる人は仕事でしてるから、敬語を使わなければならない。
で、やっぱりこう普通に喋っていても、基本的に僕敬語ですけども、さっきの慣れないのところは、しっかり言おうと思ったら、一部敬語じゃなくなるんですよ。どうしても。普通その喋り方なんですよ、みんな。先輩後輩があっても会社では。だからそのずっと敬語ばっかりの状態の時って、上の方の人間にすぐ、仕事を、どうするべきかを聞いてしまう。でそのパーセンテージとかどれぐらい現場のことを分かってるかうんぬんとかもちろんありますけども、何でもかんでもしょっちゅう上に聞かれたら上の方は持たない。だから自動である程度動いてくれなきゃならないから、それは仕事を覚えてもらってということになるんですけども、で放送に関してはもう何回も同じニュースを丸ごと放送したりしますから、まあ、お子様はあのしっかり考えて、いきますっていうことを言ってくれてるんですけども、いや、もうわかんない。だから、大越さん一人の一存で決めれることでもないから、すべての報道番組はそうなってるから。ちょっと容量もったいないんで、一旦、オフにします。さっき、芦田愛菜ちゃんっていうものが、もう今ちゃん付けでいいのかよくわかんないですけども、博士太郎さんかな。ちょっとしっかり注視してなかったので、録画撮影しておいた方が良かったみたいですね。本当は入ったらあかんからとか、何かそういうことを、芦田愛菜ちゃんが言ってたんですけども、多分ここの住宅に入り込んでしまってる。で、それによって、芦田愛菜ちゃんがテレビに出てるときに、電波でね、この上からゴンっていうような音とか、叩きつけるような音とかが、聞こえたりしてます。で、僕は心の声で、午後の住宅入ったって、上の3階310とかって聞いたら入ってるって言ってるんですよ。だからそれがもともとしたらダメな行動なんですよ。建築業界が無駄に建物を建てすぎてる。で、国の税金とかを使ってる。これがもともとゼネコンの実体的な本当の話であって、余計に家建てたらそれだけ不利になるんですよ。全人類がエネルギーをたくさん消費するから、あと風化もあるから。今、空き家が1000万件以上。東日本大震災が発生した後、2年ぐらい経過した時に、空き家の数が600万件ぐらい。で、生まれてくる男性と女性が今40万人ずつぐらい。もうそれも、これから先割り込む可能性の方が高い。僕は生まれた頃からもうすでに、1977年生まれですけども、その頃から少子化始まってるの。その前から、僕は生まれる前から少子化始まってる。毎年毎年生まれてくる人の男性と女性の数が基本的に減ってますから。ごく一部の年だけ前年対比で少し体制持ち直したり、ちょっとだけ増えたりする年があった。ただ基本的にはもうずっとこう、こちらが男性だとしてはずっとこういう形。横はこう棒グラフがあったとするのであれば、こちらが女性だったとすらこうです。放送街道っていう電波の声が聞こえてきましたね。さっきまでの映像を見ていてどう思いました？最初の方の映像、雨降ってませんでしたっけ？いや、これね、答え4つありますけども、4つとも違うときとか、答え変わってるときあるんですよ。これ本当ですよ。だから報道を最初から最後まで信じないことっていう形になってくるんですよ。けどそれはそれ無理あるんですよ。災害情報とか絶対それで確認するしかないでしょ。で、ある一定のルール、大きな災害に関しては、これは嘘はないはずなんですよ。ただ、震度に関しては、コンピューターも誤差がたくさんあります。震度7と震度6強の話。震度が1変わっただけで、かける32なんですよ。もともと。震度1が1だとすると、震度2でかける32で32なんですよ。で、震度3は32かける32の、力の係数なんですよ。だから数字がものすごく大きくなる。で、震度7まで来ると、10億超えるんですよ。
だから震度6強と震度7、そもそも震度6の強と弱って数字いくつなんですかっていう話になるんですけども、そんなもの表現できないですよ。テレビの映像を見た方が早いです。建物の揺れ方、あと揺れてる秒間、これがものすごく大事。秒間、激しく揺れてる時が何秒続いているのか、もしくは何十秒続いているのか。大きな地震の時は大抵1分、2分、3分あります。ただ例えば東日本大震災だったら、最初の1分ぐらいがこう揺れていて、急にこういうふうに揺れる。で、またこう来て、またこういうふうになる。これは一斉崩落が起きてる、一気にガターンと落ちた時がこう大きく揺れてる時で、その間にまたこう揺れて、またどっかである程度の大きさがガターンと降りて、またこういうふうに揺れてる。で、またその揺れがこうずっと続いてるのは、ガラ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 ってこうずっと一斉崩落が続いてる。で、能登半島の件に関しては、なぜ全体的に盛り上がったか、海岸のところが。これ簡単。秋田県で昔から、第二次世界大戦より前から石油の採掘をしていて、で、新潟でもともと、今から60年ぐらい前に大きな地震、震度6の地震が発生してます。それは集合住宅がボテって倒れてます。基礎工事として地面の中に、地面を掘って基礎工事をしてなかったんですよ、その頃って。だから新潟の集合住宅バタって倒れてるんですよ。で、これは地下の輸送が空洞化していって、一斉崩落とか起きて大きな地震が発生しています。で、それがだんだん輸送は先まで伸びていってるか、石川県の能登半島まで到達している。その前に、新潟で、2006年か7年それぐらいの頃に震度6の地震が2回発生している。で、ついに、輸送を採掘終わったところの空間が石川県の能登半島のあたりでも、広がってきたと、見受けられる。で、そこで中で、空洞化してたところをゴボッとこう斜めに入り込む、斜めに半島に入り込むから、半島の、海岸の周りは砂とか土、岩が中に入り込んだ、その分押し上がる。簡単。だから、半島はこういうふうに描かれているのに、東の方も北の方も盛り上がる。輸送全体の内に入るから。内っ側に。輸送の底は石川県の能登半島の下まで来ていたって考えたい。だから空洞が出来上がってる。だからそこに重力がかかるから入り込むの。で、入り込んだら、それだけ反発が来て上に上がる。これが残念ながら日本の地震関係の大学の教授は説明ができない。プレート説っていういい加減な説を遊び半分で言い始めたから。あれは第二次世界大戦の後、ちょっと過ぎに亡くなったドイツの大学の教授が言い始めたの。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の頃の大学の教授の人。もう第二次世界大戦で、敗戦してそこそこでもうこの世からいなくなってる人。で、そんな人の説がなぜ広がったかって言ったら、第二次世界大戦でやっぱり戦争を発生させると、両国民の間で、激しい怒りの感情がある。で、ドイツ、バカなこと言ってる教授がいる。世間に公開してしまい。で、公開したらテレビの言ってることだから本当だと思って、世界中の人が信じてしまった。それはプレート説。大陸は、いいですか、地球というものは重力があって中央に向かって働いてある。神がかり的な力もちろんありますありますけども、絶対その法則は崩れない。地球の中心に向かって重力は動いている。で、同じ方向に自転で回っている以上、同じ方向にしか大陸同士は動かない。右側と左側が地面が、動いていて入り込んでるんじゃありません。石油の採掘とか、石炭の採掘、あとは、金属類の採掘。そういったもので年間空洞が200億トン分ぐらいできてるんですよ。誰もそういうこと考えたことないでしょう。97の地震について、ホームページ RIKS の駅の97番、地震についてのとこを読んだらわかりますよ。明確に書いてあるから。金属の採掘量が大体どれぐらいでって。石油の採掘量が大体年これぐらいでって、世界中で。世界中で地震発生してます、大きな地震。全部本当のことです。で、さっきの選抜の、
このニュースの時に途中で喋ってた者たちとかは、まあ、もう時間軸が違うのは分かるでしょ。未来の淡井圭介と話してるんですよ。で、その辺の話はある程度広がっています。そんなに強いなら出すって言ってるのは、淡井圭介の体の中に入り込んでるものなんですけども、まあ、それも自分で取り出したりするから、まあ、大体は大丈夫。忘れてるときは大変。取り憑かれてるから。まあ、そんなに強いなら出すっていう意味が、もしかしたら、訴訟のことだと思う、思って言ってるんだったとしたら、それは対して、意味がない。喋ってる言葉の内容がわからなかったら意味がない。未来から、淡井さんがこんなに大事なこと話してたんだって驚愕する。で、もう一度、議員さんの指摘なことに対して言いますけども、票があるから高給を得れる議員になれる。票のもとは、じゃあ誰が投票に行ってます？仕事をもらってる人たち。じゃあ、ゼネコン。万博。建設関係。高速道路。ね。もう昔からテレビのニュースでも、はっきり言ってたことですよ。建設業界。そこにお金を流し込みすぎているから、大きな建物が建てっぱなしなんですよ。人口はずっと何十年も、40年以上もずっと人口減ってきてるのに、生まれてくる人たちが減ってるのに、生まれてくる人たちがですよ、40年以上も。減ってるのに、なぜ買い手が増えんの？増えるわけないじゃない。変なニュースばかり流してたでしょ？中国の人が、資産家が、日本の家を買ってとか、で、売るときに高く売れるわけないじゃない。それ日本円で決まるんだよ。普通に考えたらわかる。で、先ほどの人は、会えるっていう言葉を、まあ、ごめんなさいね、僕が喋っているかわからないと思いますけども、その前の映像ね、これまあ、コンピューターの制御とかで、その映像とか、カットされるときはカットされます。で、マジって言った。で、これも、いろんなパターンを、録画しているのと、あとはさらにコンピューターグラフィックで加工されている可能性はあります。もうスポーツの世界は、ビデオ判定で見たときに、2種類のパターンの映像を出してこられてますから、日本シリーズ。阪神対オリックス・バファローズの試合で。で、もうその時に僕も審判団に対して、だいぶ、叱咤激励しましたよ。なぜ今までそういうことが起きてるって言ってるのに、なぜ審判団の人たちが分かってないのって。言ってたじゃん、今までって。だこれはもう動画でアップロードしないからそうなるんだと思いますよ。何が起きてるかっていうところね。だから危機感が持てない。それは、糸井選手の件ですけども、元選手ね。オリックスにも阪神にもいた、糸井選手。彼が、ファーストにいた阪神タイガースの選手がセカンドへ走った時にゴロを打った時に、その時に、オリックスバファローズのセカンドの選手がボールをキャッチした時に追いタッチになったんですよ。こういう風にね、肩を稼働するような形で追いタッチしに行ってる、スライディングしてる選手に。で、そんなもの、タッチできるわけないんですよ。もうセカンドのベース付近まで行って、スライディング状態まで入ってる時点で、かなり速いスピードで前方方向に進んでますから、そこから肩を回しながらの追い立ちなんか絶対追いつかない。で、だけども、糸井元選手の声で解説席にいたものですから、彼が、ヘルメットが動いたっていう言葉が聞こえたんですよ。で、それから、審判のジャッジは、セーフって言ってるんですよ。セーフって言ってるのに、ヘルメットが動いたっていうことで、それを確認したときに、ヘルメットが動いた映像と動いてない映像を2回ずつ出してきたんですよ。そんなに瞬間的に人間が入力して変えれるわけがない。っていうことはもうコンピューターのオートの世界がもう世界中でずっと出来上がってるの。で、その時のセカンドの審判は、セカンドのベースより手前、セカンドのベースより手前にいて、セカンドのあれぐらいの位置、すごく見やすいところにいたから、一番近い距離で、ま、あの距離だったら、ちゃんと気を張ってる状態だったし、ジャッジできると思います。慣れてる人ならミスなく。だけども、残念ながら、そこの判定はおかしくなった。それによって試合内容も覆ります。
完全に両方勝ちにいってる試合でね。ね、僕はスポーツ側じゃないですよ。まだ僕は結果今日知らないですよ。今もうスローモーションになったでしょ。さっきのスローモーションの話をしたから、もうテレビの映像は今スムーズに動いてるんですよ。だけどもうほら、もうこれ嫌がらせでそういう風にしてくるコンピューターは。先に、この阪神タイガースの試合を、見ていたから昨日、日本代表の親善試合オランダとの試合、後からニュースで見ました、はっきり言っておきます、オランダのショートの選手が意図的にボールをキャッチしないで、外野にボール抜けさせてます。やらせです。勝っても勝ちない。最初からエネルギーの残存の問題で、試合なんか最初からするべきじゃない。もったいない。石油が生き残る方のことが重要。そんなもん法律分かってたらすぐ答え出る。法律分かってなくても答え出る。簡単に。その方が重要だって。これはね、スマートフォン自身がそういう風にしてるんじゃなくて、サイバー攻撃を受けてるんだと思いますよ。スローモーションなんかで、この送りなんかで、見なくていい。それに対して、山川穂高選手、いや、僕はやっぱりこの動画を見てもらって確認してもらった方がいいですね。今こちらが撮影している動画自体が、テレビの画面がずっとカク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 動いてるんですよ。それが現場に伝わってしまってる。喋ってるもんだから。で、これが、なぜ淡井圭介をそういう役目を、担わせたのかっていうことなんですよ。神戸にスーパーコンピューター K とか富岳も設置して。もともと僕はちょっと聞いてた話では、それだけが全てじゃないとは思いますけども、阪神・淡路大震災を経験していて、で、政府上層部の者や天皇家の人たちと会っていて、他国のその後政府上層部になれる方たちと、神戸市立ホテルフルーツラーパークで実際に会って話をしたり、話をいろんな人たちが聞いている。それだと思うんですよ。そうそう変なことをテレビに向かって言うような人間ではない。そうじゃなかったら、ただでさえ手に負えない社会がさらに手に負えなくなるでしょ。で、二十歳ぐらいの頃に、こうテレビ見ながらね、まあ音声、こちらの方に聞こえるような形で、テレビの報道に関して、いや、これはこうだよ、あれはああだよ、それは、そのニュースは昔はっていうことを教えてくれる人がいたんですよ。法律界の、まあ弁護士さんだと思いますけども、もしくは、議員さんかもしれない。まあ交代でその役を担ってたのかもしれないですけども、それはテレビのニュース見ながら、僕はテレビに言うことによって叱って、それを直すような形でした。違う、やめんがわっていう言葉を言ってるけど、全然ダメ。髪の毛を染めちゃダメ。それ、洗脳教育の専門教育だから、やめなさい。本当に海洋基本法違反や。先に法律を覚えろ。学校教育でも髪の毛染めたらダメだって言われてる。で、オリンピックだけ勝ちに行ったらええとかさ、あ、ダメだから。髪の毛染めとる人が勝ったら余計ダメ。これは八百長しなさいって言ってるんじゃない。頭をなんか貸す気も全くない。君は他の選手に貸しなさいっていうこと。君っていうのはウルフ・アローのことじゃない。その前に髪の毛染めてる選手全員。それでも反省させて。
もう分かんないですね。そこまで強いのは出すっていうのは、もともと議員さんが言ってた言葉、選挙に出すの意味。で、もうこれね、それだったら出すに関して、もともと僕は20歳ぐらいの頃だったから、一応ね、水面下でドラフト会議の話とかあったんですよ、プロ野球の。で、柔道に関しても今更だし、もともとメガネかけてるから、そんなの無理だから、だから、もうコンピューターからの声をこの人たちでも聞いてるから、淡井圭介の話と一致しないでしょ。喋ってる内容に対して、あれこれ明確に答えてるんだったら、喋ってる内容がはっきりと聞こえてるんだと思うんだけども、そうじゃないときは、そんなに強いなら出すの一言だったら何にもわからないから。もうコンピューターが昔、記録した音声をそのまま言ってるだけの可能性は非常に高い。だからそれだったらコンピューターが、社会を動かす、社会になってしまってる。だからそれはもうどう対処するのか、世間に、内容を公開して対処でしょうね。だから基本の方でお願いしますっていうことを向こうは言ってるんですけども、それは淡いケースに対してどう優しく対応するかであって、その変な方法っていうのをずっと続けるべきではない。だから先ほどの東京都の気温とか天気に関する映像に関して、まずじゃあどちらを信じればいいのっていうこと。さっき音声で違う映像を出してきたとは言ってるけども、最初は嘘なのか途中の映像が嘘なのか、これが分からなかったらもう話にならない。でちょっとバッテリーが残り 8% なら一旦遮断します。これよく分かんないですね。一体最初がいつなのか、これも。もう昔から埼玉県の、まあ、行政の人がしっかりと管理しているところでの水着での撮影の、まあ、ポーズが過激だっていうことで、やめさせていたっていうのはありますね。最後、大越キャスターが、本当に強いのは出すって言ってるんですけども、それね、警察官の今までしてきた隠蔽側の人間の言い訳。裁判所に書類を提出するとか、そういうこと。だけども、今から、この動画のアップロード以外で、僕の人生で何があったかっていうことを、兵庫県警のね、相談係の人に電話しようとして、まず、兵庫県警に電話をかける、その時の対処 をされていた、女性の、まあ、係員の人の、音声を聞いて、その後、その電話番号に何度か電話していても、繋がらないその状況を一回見てもらった方がいい。これは誤解を誘発しようとしてるんじゃなくて、最悪 AI の自動機能で繋がらなくなってる可能性が高い。そちらの可能性の方が高い。本当に。もうパソコンへのサイバー攻撃とかの状況とか見た方が早い。何でもありになりすぎてる。行政がまずしっかり法律守らないと。っていうことは、スーパーコンピューターが行政の持ち物なんだから、一番しっかりと守らなきゃならない。法律を。相手をやっつけることじゃなくて、情報を歪めたりすることじゃなくて、しっかりと相談係に電話をつなげてあげること。これは割り込み回線とかを狙って言ってるんじゃなくて、正直僕も思うんだけども、自分が電話をかけるタイミングとか、電話を混み合ってる時とかに電話かけさせられてるのかなっていう懸念が一つと、それともう一つは、電話は空いてるのに、かかっていない。電話かけてるのに、繋がらない。っていうのはワンコール目でいきなり切られてるから。正直これおかしいと思う。普通何回もコールが鳴って、その誰か人間が出てくるのを待つ時間がある。あれもなぜそう変わったかって言ったら、本当にこれ繋がってますかって。みんな疑うから。で、それで人間が手が空いたらかけてきた順番で、電話を出るっていう形に変わってるんです。けどそのシステムを導入してない。建物あんなに立派なのに。昔から不可解なこといっぱい。警察官の不祥事を、広められたくないのか、あんまりもう警察官っていうような状況じゃない。していいことと悪いことを警察官の中で、よく分かってなかった人たちがいっぱいいて、その人たちが年配になっているケースが非常に多くて、エネルギーの残存量問題とか、相手がどういうような事情を抱えているとか、まず聞かない、メモしない。
メモしないから15分も人間喋ったらそんなに、15分も喋った内容全部が全部頭の中そのまま収めて次の日まで覚えられている人間なんかまずいない世の中。これはもう誰でも同じ。だから録音機とかで録音するしかない。で、お互い聞いて、僕も説明した後自分がその電話で喋ってる内容とか、あ、今のこういうのを言うの忘れていたとか、あ、こういう言い方の方が分かりやすかっただろうなとか、それはあります。多分みんなあると思いますよ。だそういうことを全て分かってるのかどうか、さっきの、AI の世界とかね。で、大越さんのそんなに強いのは本当に出すっていうのは多分永遠に、テレビに出さないだとか、本当の情報を出さないとか、多分その方向だと思う、選挙とかか。か、大越さんが今まで淡井圭介に向かって言った言葉を言わされてるだけ。だから約束なんか何も守ってない。強いっていう定義あの人たちは決めてないか。あの人たちの場合は嘘を言っても平気な顔をして笑っていられる性格。だと思います。そうじゃなかったら、いやそもそも嘘言わされるんだったら僕は出たくない。だから僕の知ってることの本当のことを話させてくれるんだったらそれでいい。NHK 料金にそこまで払うだけの価値があったのかどうかっていうことになる。で、これは報道をまずしっかりと立て直さなかったら、一般人、こんなの軒並みアウトやん。みんな間違えた情報を覚えるんだから。もうインターネットとの情報もお互い違いすぎるから、無理、こんな社会、本当に。世界国勢税のデータを頼るしかない。かといって、それが本当に正解なのかって、もうそれもある程度は大体だと思う。ある程度の部分は。石油の採掘可能埋蔵量とか。ただ、ロシアはもう地下1万5千メートルまで掘ってくれてる。それなのにフェイクニュースで、ロシアとウクライナが戦争して、ウクライナが困ってるみたいな形にして、あれ何がしたかったのって。あれ一番最初に誰が言い始めたんって。そんなことで石油価格下がるわけないよって。多分こういう言い方で言った方が、それだけフェイクニュース見なくていいんじゃないかなと僕は思います。わかんない。もうこれ言ってみて、相手がどう出てくるかだから、わかんない。こんなのもん、だから僕なんか、その世界中の人と繋がるから、ウクライナとロシアの戦争のフェイクニュースで、その、多分、本当に被害被ってた、本当は地震かもしれないけども、わからない。ただ大怪我をしてる子供の、日本語に翻訳した声を家の中で聞かされてる。もたやもたや、そのニュースずっと見さされてたら。もうそれは、遊んではならないルールで、真面目に頑張ってた時の僕の状態。見合わへん、全然。全部そう。